はい、皆さんこんにちは、ワンダルルビジです。では今回はパワープロ2020栄冠ライン続きを始めていきます。よくよく考えたらですね、いつもパワープロ栄冠ライン82年千葉県で始めるんで、なんだかんだで小宮山がいつもいる気がします。まあ、今回もね、小宮山が天聖プロでいきなりいてくれてるんで、これを機に一気に強豪校まで上り詰めようという腹積もりです。試験って普通の勉強の方の試験だよね。次踏む試験に関しては。いや、それにしても東京はむちゃくちゃ感染者数増えてますね、今。まあ、確かに街に人がすごい溢れてますね。まあ、僕もディズニーシーとか行ったんで、お前もその一人だろうと言われればそれまでなんですけど、とにかく街に人がむちゃくちゃ増えたなーっていうね、そういう印象があります。特に電車、バス。で、もうソーシャルディスタンスとかってもう電車、バスの中では実質不可能ですからね。で、その点ですね、ディズニーランド、ディズニーシー、ソーシャルディスタンス徹底してましたね。で、人も多分通常の半分以下、半分ってか4分の1、3分の1とかしか多分人入れてないんじゃないかなと思うんですけど、とにかく人が少なかったです。だからまあ、そういうのはあるにせよ、とにかく人の数が増えてるんで、感染者数も今日で200人超えとかでしたよね、確か。もうこうなってくるとタイに遊びに行くのは、いつになってしまうのかなっていう感じがしますけど、本当だったらね、例年この7月から秋にかけては有給とか夏休みとかを取ってタイ・バンコクで遊ぶ生活に入るところなんですけど、今年はねそうはいかないですね。まあ、幸いパワープロがね出てくれたのは嬉しいですね。パワープロも以前はね、もう年2回とか出てましたよね、決定版と、まあ、開幕の時と。最近だとね、年に1本は出ないですよね。2年、3年に1本っていう感じになってるんで、今年はね、出てくれて嬉しいなとは思うんですけど。ちょっとここで休みたいけど、休む暇なく公式戦突入か。では、公式戦。1回戦からですね、まあ、しっかり勝っていきましょう。今日の張り切りボーイ。総力があってもなーっていうのあるからな。まあ、でも堀越にしときますか。ごく普通の性格。ごく普通の性格ってどういう性格なんでしょうね。お前普通の性格だよなっていう。小宮山がちょっと、やる気が、ないですね。一応17日金曜日、もうディズニー、今度はランドに行く予定です。ディズニーシーではなくてランド。どうしようかな。転がしておく。いや、戦術。その前にしっかりと、戦力分析しときましょう。相手ですね。これ見ると、投手力、守備力、機動力、打撃力、ともに、まあ我々と同じぐらいですね。総合戦力いい。では、ここは、自分の選手の状況もちょっと見ておきますか？堀越。ミート F、パワーいいか。このままだと少し厳しいよな。走塁は B か。まあ、転がして、内野安打を狙いましょうか。で、さすがにこれは厳しいか。OK。こういうところで、三塁まで行こう。走塁がね、いいっていうのがあるんで、三塁まで行けるっていう時にはもう、突っ走ってもらいたいですね。で、R ってついてる方が、僕のチームですね。ここも転がしますか。まあ、R っていうのはレインボーの R ですね。二次高校なんで、レインボー高校。その R です。さあ、小宮山ですね。ここはストライクゾーンで勝負しましょう。ツーアウトランナー二塁一塁。まあ、一回戦負けっていうわけにはいかないから、もう一点どっかで取ってほしいけどな。
6回の表、ランナーが3塁1塁、ワンアウトですね。ここがラッキーボーイを使って、犠牲フライ狙い、センター返し、センター返しが一番可能性高そう、OK だ。いい当たりですね。さあ、これで、戦術確認していきましょう。高木、調子安定か。対左投手 E 含めて特に何もない選手だな。ここは揺さぶりをかけて、もう使えるときに、点取れるときに取っていきましょう。センター返し。基本に忠実のセンター返し。よし、これはランナー帰ってこれるね。一塁ランナーは三塁にはちょっといけないかな。今みたいにね、中継が乱れるようであれば、三塁を積極的に狙ってもらいたいところだけど。ここは、数字が高いものを狙っていきましょう。これは抜けるか、抜けない。今みたいな取り方するようであれば、タッチアップのチャンスにはなったかなと思うんですけどね。小宮山は、戦術強化は使わずに行きましょう。ピッチャーなんでね、ピンチの時に残しておきます。ツーアウトながらランナー満塁。黄色い声援、僕も黄色い声援には弱いですからね。これは抜ける。よし、二塁ランナーは帰ってくれない。ネット打ちだな。まあ言ってもね、女好きの部類に多分入れられちゃう、そういうつもりは全くないんですけどね。これはショートがいいとこにいたな。守備位置とかね、いいとこにいられると厳しいですよね。ここは追加点を取りに行く。はい、初戦は勝利ですね。小宮山から1年生の清水にリリーフしてですね、なんとか逃げ切っています。まずはこのカード増やしていきたいので、練習のカードですね、評判を上げていきましょう。では次の試合に入っていきます。はい、では予選2回戦ですね。今回は1番の竹山を注目選手にしてあります。ではこれで進めていきましょう。小宮山が少し調子がまだ上がってきてないかな。さあ、相手ピッチャーなんですけど、生山ですね。生山、生山のデータ見ておきますか。シュートとスライダー、球速が132キロ、伸び C、 クイック D か、タイピンが E、 尻上がりが丸ついてますね。コントロール D で球速132キロ、シュートスライダー、まあバランスが取れてるといえばバランスが取れてるな。となると、まあここは無難にセンター返しでいきましょう。シュートとスライダー持ってるんでね、どっちを狙うかというのも指示を出してあげたいところですけどね。1対1、ここで桜井、ノーアウトランナーなし。この回の先頭打者ですね。浮山がそのまま投げてる。ここは一番数字が高い流し打ちを選択しましょう。ツーエンド2からファールボール。フルカウントから最後はスライダーですかね。空振り三振でしたね。では守備です。ノーアウトランナー二塁、小宮山か。ここは確実に相手を抑えていきたいので、ちゃんと確認していきましょう。酒井だったね。代打丸、ラインドライブか。パワー D、ミート31。これであれば、外角低め、狙っていこうかな。持ってかれた。これは、ランナー帰ってくるか。ノーアウトランナー3塁1塁。このピンチをどうしのぐかだな。まあ、敬遠はないので、三振が惜しいですよね、この場面は。よし。この内野フライだったら、ランナー動けない。
でワンアウト、ランナーは一塁三塁か。で、ゲッツーで仕留めましょう。1番のこの山川、相手の打者ですね。この山川の足がどうか、これは確認しておきたいな。足はいい。これだったらゲッツー取れる。伝令も出そう。すごく盛り上げの、低め中心。外角中心かな？で、ゲッツーシフト。これで。ああ、一塁。一塁。今のは、フィルダースチョイスになっちゃいましたね。さあ、裏の攻撃です。1点勝ち越されてますので、ここは、ノーアウトランナー一塁。このチャンスを広げたい。これは入るぞ。OK だ。はい。1点リードで9回になります。これね、ピッチャーがもう茂木しか残ってないんですけど、この茂木くんが、むちゃくちゃ、調子悪いですね。1年生の茂木。大丈夫か？茂木の能力確認しましょう。1年生なんで当然あまり期待はできないと思うんですが。ストレート124キロ、コントロール F、スタミナ F。これ、延長戦になったらどうなるんだろう。高速スライダーとフォーク。高速スライダーにかけるしかないな。まあ、まずは先頭打者確実に取りたいですよね。先頭打者を歩かせる。打たれるのも同じだ。さあ、ここからは伝令構成でいきましょう。酒井君は足が遅かったよね。確認してます。変化球中心、スライダーをねしっかり使っていく。どうだ。よっしゃ、アウトだ。キャッチャーはね、肩をしっかり鍛えておきました。その効果が出ましたね。ここは慎重にボールを取りました。高校チーム勝利目前。バッターは持ってかれた。代打同点ホームラン。さあ、ここですね。この回に勝ち越さないと、はっきり言って、茂木くんでは、どうにもならないので、この回にサヨナラを決めましょう。茂木くんのスタミナ F25 だとちょっと話にならないですからね。さあ、どうする？ヒットエンドランか転がすか、流し打ちだな。スコアリングポジションに進めたい。これはライナーでしたね。さあ、持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。送りバントはないから、ヒットエンドラン、転がす、センター返し。まあ、基本に忠実、センター返しでいきましょう。左バッターボクサー7番高木。いや、本当にこの回点取らないとまずいな。これはサードゴロ。さあ、茂木くんがどこまで粘れるかだな。早速その茂木くんが点を取られてしまってるけど、ワンアウトランナー一塁ですね。ここは変化球中心、ゲッツーシフト、スライダーで、まあ、持ち味はもうスライダーですからね、彼の。これでツーアウトランナー見る。1点ビハインドなんで、ここはこの裏の攻撃にかけるしかない。よし、一塁が取ってそのままベース。この裏の攻撃だな。堀越くん、まずはランナーとして出ないとね。堀越くんが、よし、これはポテンヒットだね。もう伝令も出せない状態になってますんで、ピンチが来ても厳しい。茂木くん、センター返し。これはゲッツーになるぞ。さあ、竹山、ここで引っ張ってホームランを狙ってもらうしかなかったのに。一塁はアウトだ。夏の予選2回戦敗退。
や、ピッチャーがね、2番手、3番手が小宮山の次がいなさすぎますね。清水も茂木もちょっと弱すぎるんで、ピッチャーを重点的に鍛えていきましょう。では、このまま時間を進めていきます。1年生がね、成長してくれないと話にならないので、3年生は引退ですね。キャプテンは、小宮山。頼むぞ。もうこの容姿だからね、高校生でも。キャプテンの風格は十分。まあ、もちろん我々はバランス重視でいきましょう。まあ、何かに特化した選手が今いるわけじゃないので、バランス重視でいきます。では、アイテムを使ってしっかり練習を積んで、次の春の大会に向けて頑張っていきます。はい。では、合宿に入っていきますね。アイテム使っていきます。機材を楽しみ券あるので使っちゃいましょう。で、この後、合宿に入りますので、合宿でしっかり選手の底上げをして、勝てるチームにしていきます。さあ、どうしようかな。白岩のキャッチャーか。白岩別にな、1年生だから、そこまで期待してないんだよね。まあ、ここは、素振りにしましょう。淡路が対左投手 B。B だとまあまあ使えるかなっていう感じはしてきますよね。チャンスは欲しいよな。チャンスでね、打てないと、まあ、勝負強さを身につけてもらわないといけないですからね。で、この後は、春の選抜に出場権をかけた秋の大会があると思うので、秋の大会まで頑張って練習の方を積んでもらいます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。